するしない。どうも、日向愛子です。今回は外、何をしに来たかというと、あっち見てください。ホリック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 といえば EX ウリン火山新メンバーオーディションが行われている会場です。そして私はね、渋谷アベマスとして所属してますが、つなぎの仲間が今日試合出てるんですよ。グリーンドッポリオン、そちらのね応援をしに会場に行きたいと思います。すでにもう藤沢さんの許可は得ております。ですから同時に他の選手も見ていきましょう。 GO! ハロイク2階です。もう選手の皆さんは打ってるので、ここからは静かに見ていきましょうか。トッポさん打ってるかもしれないし、打ってないかもしれない。どうなんでしょう。レッツゴー。いました。ホリックで打ち終えたばかりの浅井プロをゲットしました。浅井さん、お疲れ様です。お疲れ様でした。八半ちゃんを終えたところ、はい、はい、どうでした。初日にもう見るも無残な 5-2-5-5 みたいなのぶらって160負けて、で今日2日目、1回目がね、もうあまりにも上手なトップを取って、おこれはいけるぞと思ったら、はい、あの今映ってないんですけど、あっち側にいるね、僕の先輩の A3 リーガー、はい、酒井くんがS会さんね、はい、もっとひどい目にあって全部ばらまいて、僕全部地蔵の3 1333、多分ね、ぴったりプラマイゼロぐらい。苦しいですね、16アンチャンですもんね。そう、あと8回だから、ボーダー多分300ちょっとぐらいかなって考え、300いくんじゃないですか ね、300いくよねって考えると、あと450を8アンチャンで出さなきゃいけないから、なるほど、毎回200超えていこう。そうね、だから8連勝ぐらいいるんじゃないかな。8連勝いらないよね。6回ぐらいですよね、トップは。あと2着でいけますよね。ラストはもう絶対いけないよね、絶対いけないよね、はい、7トップ1、2着とか当たりるか。いや、多分浅井さんはA2 で勝ちすぎてる説で私はまとめたいと思います。そうね、はい、リーグ戦に全部使ってるから、もうえぐいぐらい毎回勝ってるんですね。文句は言えないけど、はい、そっちだと思います。いやでもね、ちょっと悔しいね、なんか、やっぱりこのなんかきつい8回打たなきゃいけないのって辛いじゃない。なるほど ね、確かに、なんか条件と思っていいのかっていうところをね、考えながらね。そうで、しかもこう、これなんかわかんない、合ってるのかわかんないけど、ワイルドカードあるじゃないですか。ありますね、2枠。じゃあなんかここから8半ちゃん、むちゃくちゃトップ狙いをして、なんかこいつめちゃめちゃ下手だなって思われるの、そうか、思われて、どんな基準で選ばれるんですか ね、それもよくわからないし、だからいい麻雀を打った方がワイルドカード選ばれやすいとかもあるかもしれないから、もうちょっとあまりにもきつすぎてどっちがいいかわかんないね。そこは藤沢さんに一回確認しましょう。はい、確かに。じゃあまた次回頑張ってください。今回の EX フリー火山、このオーディションの仕掛け人でもあります藤沢監督にお話聞きたいと思います。よろしくお願いします。かなり対局を打ち終えた選手もいらっしゃると聞いたんですけど、はい、もう終わってる人います。予選もうすでに。そうなんです。まだゼロの人も。まだゼロの半分終わってないんじゃないか。38日間で。なるほど、各選手がこの日ならいけますよっていうアンケートを元に作ったので。169人いますんで。いや、今のところ、はい、4半ちゃん3節分上がってません？4半ちゃん、ね、アベマプレミアムで。ああ、そうです、ね、そうですよね。そうそう、3回目だから3択分の4半ちゃんずつお届けするじゃないですか、うん、はいはい、反響どうですか？なんかやっぱり、アベマの人に聞くと、うん、そう、すごく、まあ、見てもらえてるっていうか、反響はすごいありますよね。ツイッター上でもあるんです。やっぱりちょうどエンブリングロスなんでね、注目してもらってるのすごい嬉しいですね。藤田さん、この企画があって助かったって言ってました、はい、あ、もったいない言葉で。や
この約170名、はいはい、で今予選を16半ちゃん、はい、ポイント差はあるにしても、はい、打ち終えて上位まず何名が準決勝、6人ですね、6人、はい、そこにプラス2人の2名ワイルドカード、そのね、正直に答えてもらっていいですか、はい、ワイルドカードどうやって選ぶんですか、選手に選ぶ、アキさんと滝沢さんと勝間さんは、え、一緒に選ぶんですか、いや僕監督は僕は言わないの、僕は行事だ、2人だから、はい、例えば3人のうち2人がこの人って決まりますよね、え、1人しか名前出せないんですか、アキさんはこの人、いやいや、ね、そういうまだ考えて言ってないんですけど、うん、多分何人か出してもらって、例えば1、2、3人ポイントとか、え、そこは持ち越しですよね、半分ポイント、ポイントはあの持ち越します、半分持ち越し、半分持ち越し、はい、マイナスも減るしプラスも減っちゃう、エムリーと一緒、はい、そこで半チャン数は、準決勝で8回、うん、8半チャンか、この子いいんじゃないかって選手に選んでもらえた2名が、はい、結構マイナスしてるパターンもあるってことですよね、そうですね、そうですよね、そこから8半チャンでまくれたら決勝に残れるかもとか、はい、あれマイナスから最後まくって優勝した、あれなんか聞いたことある、どっかどこだっけな、なんか胸痛いわこっちが、ね、ありましたね、なのでまあ人物とか実力重視ね、絵になりますもんね、はい、あ、じゃあ今の選手たちの麻雀を風林火山の3人は見に来てるところですか、そうですね、まあすっごい見てるわけじゃないですか、うんうん、まあでも配信は必ず見てると思います、ただポイントは毎日見てますから、はい、じゃあもういろいろチェックされてて、ね、勝間さんここに来てるのとか報告してましたもんね、昨日もいたんだ、はい、じゃあもうすでにあの選手のピックアップは始まってるかもしれないですね、そうですね、始まる、なるほどね、そういうシステムで、決勝はポイントは、決勝はまたもう一回半分になって、もう一回半分なんだ、で今度は6回です、サラじゃないんだ、1日6回3回と3回、そうすると6、8、16で30回あるんです、3回30回で1人決めるってことだ、うわー、ずっと注目されますね、これは、ラッコさんが終わりましたね、ラッコさん、いろんな意味で今日終わっちゃったぐらいにきつかったです、お疲れ様でした、いやドッポさん、今日めちゃくちゃ辛かったですよ、どうしてくれるんですか、うちのドッポを今日、人生で一番ついてるのそんな感じだ、ドッポさんが来ました、はい、どうもお疲れ様でした、はい、半チャン4回で3回ぐらいしかなかった今日、はい、初戦ですよね、今日初戦ね、まだ全然大丈夫ですよ、ね、いや、さすがに無理です、いや全然ではないです、もうでも、こんなに負けたとしても、はい、秋さんとか滝沢さん、勝間さんが彼はいいって言ってくれたら、そうですね、半分になってチャレンジアウトですよね、という仕組みですね、なるほどなるほど、でも録画されてたんですよね、でも録画、あの動画はどうされるんですか、あれは予選が終わったら、はい、まあ、全部まとめて、こういうのいっぱいあるんですよ、で、アベマの方で予選 もう終わった後なんですけど見れますよっていうふうに、じゃあこのドッポさんの動画が苦しかったドッポさんが流れちゃうかもしれない、そう、ちょっと後でデータだけ壊してたりそれで言うとほらドッポさんの人生上なかったらあれば逆にレアですよね、そう、ドッポさんだって今日ずっと汗すごかったもん、引きの絵の時のドッポの汗は引けんみたいな、もうやばかった、キャッチコピーどうですか、この結果も含めこのオーディションかなり反響あるじゃないですか、はい、あのまた2年で選手入れ替えなきゃいけないとかそういうパターンが来た時にやります、はい、オーディション、だって1回やってますからね、それはあの、はい、何だろう、特にそんなに話題にもならないくらいの感じで普通にやって普通に応募されて、はい、普通に決まるっていう風になるかもしれない、私はたまたま面白い画期的だからみんないろいろ言ってくれますけど、もしかしたら来年ね他のチームやるかもしれないし、あ、このシステムを採用されて合同でやるかもしれないし、あ、ちょっとトライアウトみたいな、そうすると合同ってすごいですね、うん、あ、なるほど、そういうのも出てるんですね、僕はどうですかって、この次の選手4人で入るじゃないですか、はい、どんな人になるかまだ絶対まだ全然わかりません、これで成績がまた5位以下だったらとかそういうのあるんですか、あ、でもうちは今年優勝してるから、うんうん、来年5位でもうとりあえず2年いける、あ、システム的には2年いきますよ、そうそう、だから一応もう入れ替えないって言ったんです、あ、そうなんだ、あれ嫌だ、あれすごい不評だったし、うん、僕も苦しかったんで、背水の陣、
あ、じゃあ優勝したんだから敗戦の陣である必要ないです。そうよね。じゃあにとりあえず2年はそうそう落ち着いて、まあ、早々に言いましたよ、ね、優勝して応援ありがとうございましたって来年は入れ替えませんって。じゃあ新メンバーウェルカムで、はい、新メンバーが入っただけ。どんな人が入ってほしいとかあります？いやでもね、前ほぼ毎日見に来てるんですけど、うんうん、あの調子良さそう、この人かなと思うとこうイメージをして、だから誰が来ても嬉しいんですよね。そんなに素敵な言葉が聞けるなんて、エドッポさんでも最高ですか？そうです、嬉しいですね。で今あのエムリンクローから来年のユニフォームのサイズを言えって言われてるね。どうすんの？無理じゃない。まあでも XL にしといたら誰でもあるじゃないですか。とりあえず S から XXL まで頼んでおかない。ただあれなんです、結局これはオーディションなんですけど、ドラフト会議指名選手、先に誰かに指名されたら終わりですね。そう、だからそしたら繰り上がるだけ。2位の人ですよね、そしたら2位になって3位になって、うんうんうん、でうちは一番最後だから。そうですね。あ、なるほどなるほど。まあ、本当はね、優勝したらユニフォームに名前入りのユニフォームを買ってあげてと、うん、やりたかったんだ。それをね、え、何あげます？え、名前書いたユニフォーム、ええ、いやだから考えなきゃいけないですよね。そうですね。でも発表会終わりますね、とりあえずまず1位だったということを。あ、もちろん、だってそれ生配信です。私ね、あの、アキさんたちがまず2人誰をあげるのかっていう、そこが気になりますね。あ、そうです、ね、どういう基準で名前は、それも公表されるんですか？基準を、はい、基準は分かんないです。言わないんだ。あ、じゃあ誰かだけ出てくるんだ。なるほど、楽しみだな、そこも。だから、目なしじゃない。そうですね、で、本当、え、じゃあ、なんか上に残るために、今から彼は大振りをしなきゃいけないんですよ。でもそれを見せたら、あ、こいつもうちょい下手じゃんみたいに思われるかもしれない。それ、損かもしれないってことですか？まあでもそれで言うと、その2節目以降だけじゃなくて、最初からですよね。なぜ大振りをしなきゃいけなかったのかっていう。そうですよね。さすがに、ポイント状況を見て大振りしてるのを見て、こいつマージャン下手じゃんって思う3人ではないし。しかもそもそもドッグさんね、今日だけ見る必要ないだろうし。いや、ドッグさん、これから大振りのところからもしっかり評価してくれて、残してくれるかもしれない。チャンスがある。頑張ろう。全然刺さってない。切り替えよう。切り替えよう、うん。今日はなかったことにしよう、うん。今回この数字はどうなんですか？来てくれた人数っていうのは。いや、僕としては、はい、あのこんないっぱい来ていただいたっていうの。あ、そうなんだ。予想より上に行っていただきました。ね、いや、本当は最初50人ぐらいじゃないかと思ったんですよ。あ、来てくれるのか。そう、わかんない。うんうん、そうですよね、未知数。で、イキさんに何人なら行けるかって、うん、あ、この会場と。200までなら行けると。そしたら200以上になったら書類選考しよう。あ、そういうことだったんですか。なるほど。じゃあギリギリ大丈夫だったんだ、書類選考そこまでせずに。で、書類選考はどういう基準でやろうかっていうのは一つあって、はい、どうするつもりだったんですか？この大会、この応募に向けて一言コメントするんです。あ、はいはいはい、これめっちゃ書いてくれる人なんで、うんうん、あのチャンスを逃さないためにいろいろ思いもあって、うんうん、すごい嬉しかったんですよね、うんうん、なんです、会社の人事部みたいな感じですよね、うんうんうん、で、そこに何も書いてない人いたの？え、まんまいました。だけど、そんなに何割ぐらいですか？何割ってことないですよ、1割ぐらい。1割ぐらいいたの？そんなに。だから、でもその人たちもセーフ。それで言う。もし審査入ってたら、そんな、ね、書類審査入ってたら、選考、それ、意気込みもない人ダメですよね。まあ、でも意気込みをかけとか言ってるわけじゃないし、最初からそれ決めてたわけじゃなくて、たぶん、応募されてる人は、自分は若いし実績もないから跳ねられるんだろうなみたいな感じで応募されてる人もいたと思うんですよね。いやでもある空欄は皆さん埋めよう。そこにある空欄は埋めよう。いやでもそのまま仕事だってそうですよね。最後のね、一般常識もちゃんと埋めるまで間違ってる。もう問題の答え分かんなくて埋めますからね、私ちゃん。いや本当ね、頑張りますだけでも埋まったことになる。そうそう、一応ね、一応書いたことになりますよね、うん、皆さん埋めてください。こんな書いてあるんですね。いやすごいですね。ポイント全部書く。なんかいろんな何々でない。あ、こういうので、なんとか率のこと。なるほど。ありがたい一言です。対局がね、はい、配信たくさんあるじゃないですか。はい、要注目で。13回やるんですよ、予想。え、じゃああと10回？まだ10回ぐらい。まだ10回ある。だってまだ3分の1ぐらい。え、まだまだこれからじゃないですか。皆さんぜひアベマプレミアム入っていただいて。すみません。はい。風林火山の応援してくださるサポーター様もすごいチェックしてると思うんですよ、
新しいメンバーは誰だと、そんな人たちにこれからの、はい、見どころだったり応援ポイントを教えていただければ、要は準決勝8人ね、6人と2人、ここからファン投票が始まる。そうですよ、ここ大事、ここ大事、はい、あなたの清き一票が。そうなんです。でその清き一票の持ってる権利の人は、はい、サポーターがオンラインサロンの会員ですから、うんうん、この2パどっちも入ってる方はどうなの？どっちも入ってる方はどっちもある。あ、二重の権利がある。だってそのてオンラインサロン会員 10口入ったら10口分あるんですか。そうですよね。じゃあすごい本当に熱烈な方は今そこで入って誰々残りました、彼を応援したいとか、はい、彼女を応援したいって人は頑張ってそこで投票してくれるんですね。もう入ってる人もいるんです。7月が投票だから6月入る人ないの。増えたんだ。じゃあもうすでに。なんで6月入るんだろうと。言い方がない。間に合うかどうかみたいなのもあるのかもしれないですね。熱い全然間に合わない。4月入会で大丈夫なのかどうか分かんないから6月入っとこうみたいな。そうです。好きだったんだと思う。そう、うん、そうなんです、はい、だからまずはあの気になる方はサポーター様もしくはオンラインサロン様会員様になっていただけると投票の権利が得られるということでございます。いや投票の価値結構高いですよね、あのポイントがね。まあ、でも100ポイント上限。大きいで、大きいよね、100はね。8の今日のことが半分なかったことになるってことだからね。残ろう。まず残ろう。はい、こんな感じでございます。はい、さん、これからも熱いイベント期待しております。いや、ありがとうございました。どうぞ、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。藤沢さんでした。